放火犯はあなたの目の前にいるわ。さあ、私を捕まえなさい。できるものなら、ね。大事な人を守れるのなら。全部燃やしちゃった。ダメ。制御できない。この劣化を味わってみて。炎が全てを飲み込んでいくの。あなた、わざわざ私に会いに来たの？そう。キャラメルプリンはちゃんと持ってきたんでしょうね。うわっ！あなたね。私を襲った奴らと同じ目に会いたいの？ちょっと離れて。あなたが火傷しても医療費なんて出さないから。私の髪変でしょ？まるで燃えてるみたい。これを見て怖がる人もたくさんいるの。でも彼らは本物の炎が燃え上がる姿を知らないのよ。前に見かけたケーキ屋さん、新作は出てるかな？何？私を木に見立てて、こすって火でも起こそうとしてるわけ？別に見張っておく必要なんてないわ。この髪は目立つから、逃げられないわよ。グルメ情報が欲しいの。食レポ付きよ。別に、ついでに書いただけだから。気をつけて。また炎が暴走するわ。